JR 北海道のダイヤ改正で、北海道新幹線の一部が東京新函館北斗間を3時間台で結ぶことになりました。たった今、4時間の壁を切ったはやぶさ5号が到着しました。ダイヤ改正により北海道新幹線は今日から東京新函館北斗間の上り1本下り2本を最短3時間58分で走行します。 JR 北海道はこれまで貨物列車の荷崩れを防ぐため青函トンネル内の速度を140キロに制限していましたが、160キロに速度を上げても安全性に問題がないことが分かりました。あんまり分からなかったです。割とあっという間な感じもしましたね。青函トンネルを通ってる時間は短いなと確かに思いました。昨年度98億円の赤字となった北海道新幹線ですが、高速化による利用率アップが期待されます。